さんはここら辺にあります。ゴールドなんですけど。ゴールド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 。ゆうこちゃんの旦那と一緒だ。あ、そうそう。どんな感じなの？ゴールドの方はとにかくなんかあの今言ってます。戦いがテーマになっちゃうからずっと。俺？いつからって言ったの？一昨年から実は運気はめちゃめちゃいいんですよ。ゆかちゃん、私これくらいに。そう、で、今年めっちゃ真面目にめっちゃ真面目に聞いてますね。見て、たくさん調子だ。たくさん今日はありがとうございます。なかなかお話しです。今年の10月から3ヶ月、え10月からの3ヶ月、どんどん決まっていくと思うんですよね。今年でしょ？そう、何で知ってるの？いや、今俺すごいことをやろうとしてるんだよ、うん、絶対そう、ちょっと画期的なことですよね。そうで、それが今までなかなかうまくいかなかったんですけど、うん、この10月からガーンって3ヶ月で決まる、うん、決まるんですよ、うん、すごいですよ。先生どうぞ。あ、先生決まるんですよ、10月から。そう、10月から決まっていくので、ね、入っちゃう。綺麗、かわいい。でも2022年でスタートしたのって多くない？多い、うん、私もそうだって。そうだよね、水もそうだもんね。はい、はい、あれつけたりしますか？うん、これがメリーの準備準備ぐらいかな、ちょっと距離かわいい。お願いいたします。お瀬川さん、とても素敵とお墨付きいただきましたが、いかがでしょうか？ありがとうございます。家も本当にたくさんがあっての今日は部屋なんですけども、でも自分でもやっぱりあの家でこういろいろなヘアスタイルをエアラップを使うようになってからできるようになったんですよね。今までは本当にもう洗いっぱなしみたいな感じでキュッとまとめて外に出るようなことが多かったんですけども、星占い的にも、まあ、2020年っていうのは約200年ぶりに地から風の時代に変わるっていう大きな転換期なんですね。ダイソンエアラップは水と風でスタイリング、はい、エアリーカールも完璧。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます先生もっと、ちょっと緊張してる。ちょっと低い、高いもんね。声が高い。高い。ちょっと先生緊張してまあ、自分を守ることで人を守ることになる、そういった流れがすごく大事な中で、まあ、今までこうリターについて考えてきたことはあると思うんですけど、さらにその上に慈愛というものを心がけていただきたい。お疲れ様でした。じゃあね。お疲れ様でした。